はい、どうも、ホッケー翔介です。ということで、今回ですけども、前回に引き続き、前回の動画見てくださいね、まず。前回の動画見て続きなんですけど、ジャニーズ大好きな男が格アイドルユニットを作ったらということで、前回ね、ワンマンズという曲の PV を一緒に見ました。今回はですね、エンディングテーマの、ワンラバーズという曲を一緒に見ていただきたいんですけど、まず最初、T シャツ、フュージョンということでね、これもユニクロに売ってましたね、完全にフュージョン、なんかすげえさ。よく見えちゃうね、これね。まあいいや、それはいいんだけど。まあちょっと、ジ・ワンマンズの話をするとね、一人一人、ちゃんとその6人設定を作ったりなんかして、一人一人喋り方だったりとか、ライブね、ワンマンズのライブ、結局じゃあ、どうやってみんな出したのみたいな話とかもあると思うんですけど、早替えしましてね、一人一人、紹介 VTR を作って、その VTR を見てる間に、次の人に。次の人にっていう感じで、あのライブだが8回ぐらい着替えたのかな。本当にね、しんどかったですね。でもね、そういうもんだって分かってくださったお客さんたちが一緒になって盛り上がってくださったので、あのね、やっぱりね、応援してもらうってすごいことですね。例えば、分かんないですけどさ、分かんないですけどさってなんで、夢の国とかもそうだけど、やっぱりみんながその場所でのルールの中で楽しむみたいなことが、結局みんなが楽しめる方法で、その時も G1 マンズっていうのは存在していて、メンバーもちゃんと全員いて、だけど、今回のライブは一人一人が初めてなので、一人一人持ち歌歌っていくよ、みたいな感じで、こうみんな理解してくださってたから、ライブでさ、初めてペンライトっていうのやったの、ペンライト。あれいいね。ペンライトはいいね。見ててすごく気持ちがいいというか、あー優しいなーなんて、キューってしてくれて。ペンライト気持ちよかったですね。で、なおかつ普段ネギタムってシンガーソングライターなんでね、あんまアイドルっぽいことも言わないですけど、その時ばかりはね、ちょっと言わせてもらっちゃったりなんかして、すごい照れくさいながらもちょっと快感があって、あーこれは気持ちよかったなーなんていうふうに思いましてね。だからまあ、ぜひ G1 マンズ今日持ってくれたらライブも見ていただきたいなと。DVD とかもあるんでね、よかったら見ていただきたいなと思うんですけれども、今日は後半のワンラバーズっていう曲を一緒に見ていただきたいなって思います。ワンラバーズっていうのはね、まあ、完全にあの曲です。あの曲っぽいのを作りたいと思って作りました。しかも曲もなんかちょっと花壇っぽいというか感じで作りました。まあ、とりあえず一緒に見ましょうか。今回もちょっとディスってると思いますけど、自分のこと。じゃあ、いきます！はい、始まりました。風船がね、風船の色がどんどん変わってる。いいじゃないですか。なんかキンプリが出てきそうな絵ですよ。おっと、風船が上がった。いいですね。これもなんか、何なのかな？アーティストのみんなの色なのかな？ですけどね。あら、レッド、正統派じゃないですか。うん。いいね。いいですよ。ほら、微笑むのカラーね。うん。おっと、あ、そうですか。まあ。おお。でも首輪だね。やる気もない。いいですね。あら、あざといね、ピンクは。あざとい。チューした。紫はなんかもう目が血走ってるね。おっと、こんな長い階段降りてくるということは揃いました。ありがとうございます。全員顔が一緒なんだよね、やっぱり。どこまで行っても全員顔が一緒なんですよね。もうっぽいですよ。あ、これ緑だけどやらないんですか。まだ見えてみたいな緑としましたね。風船あ、やっぱレッドが持ってくる。うん、確かにここね、勝負させそう。で、ここね、あー、そうか、はい、もうね、乗り方が下手なんだ。今回踊ってないからまだマシかと思ったら乗り方が下手だ。今日は来てくれてありがとう。あら、なんか最後なんか言ってるよ。そして、岸洋介の応援もよろしくね。ありがとうございました。あ、これ牛丼の人なんよ。またのご来店をお待ちしております。今日は来てくれてありがとう。めっちゃ恥ずかしいやんこれ。また会おうね。ここカットしようかな。ありがとうございました。またよかったら会いに来てください。なんか無機能なね。KISSY 今日はマジみんなにあげてめっちゃ嬉しかった。ありがとう。ポン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 。今日はみんなありがとう。楽しかったかな。また会いましょう。おしゃべりクソコンタクトことヨウくんでした。
すごいね。こんなことやったんですね。これよくみんな喜んでください。はい。あら、帰ってるの？あ、帰ってるんですか。はい。あざといね。ピンクあざといね。レンジャーの味だ。騎士、俺自分でも面白いんだよな。レッドはなんか正統派ですね。なんかずっしりしてるね。はい。See you next tour。 もうしんどいわ。もうしんどいわ。はい、ありがとうございます。皆さんいかがだったでしょうか。今回もこのプロデュースとか全部自分で、曲もね自分でやって、イメージも自分でやって、こういうのも面白いのかなっていうふうに思いますし、どうなの、正直どうなの、そのジャニーズファンの方からは。やっぱり本物と全然違うでしょ。やっぱね、ジャニーズってすごいね。俺もこれからも応援していきたいなというふうに思いますし。でも、僕個人としては、純粋に僕がジャニーズの曲とか昔からすごい好きで、自分の曲とかもやっぱりそこに寄ったりとかしてることが多くて、なんかやっぱりジャニーズの曲が好きな方々とか、ジャニーズファンの方にも僕を知っていただきたいなと、ちょっと知り方的にはファンっていうよりかは、同じファンの仲間として頑張ってる子がいるみたいな、思ってもらえたらいいなって思って今回言わせていただいてます。まあ、この PV は一緒にみんなで笑い話に盛り上がってくれたらなと思いますし、でもこれをいいと思ってくださったファンの方々もたくさんいるから、それは本当にありがとう。やってよかった。なんかさ、この曲とかさ、誰かに歌ってほしかったね。よく考えたらね、もうこれ誰も歌わないからね。まあでも、これからもいい曲たくさん作りたいなと思います。で、この語ってみた、ジャニーズの話で語ってみたなんだけど、俺さ、自分の中で昔のアルバムでこの曲めっちゃいいって曲とかあるの。例えばさ、カトゥーンの海賊版ってあったじゃんね。とかさ、最初のアルバムとかでこの曲めっちゃ良かったとか、なんかそういう話とかもしたいななんていうふうに思ってるんですけど、どうです、そういうのもやってもいい、ジャニーズのね、曲の発掘みたいなのもできたらいいなっていうふうに。曲にフォーカスを置きながらだけど。ちなみに愛の塊は俺、赤西くんと錦戸くんのやつで覚えたね。少クラの。懐かしいよね。超かっこよかった。まあ、そんな感じで、これからも語ってみたら続けていきたいなというふうに思っております。面白いなと思っていただけたら、チャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。以上、岸洋介でした。じゃあね。